ジョーカー、トラントジョーカー、トラントジョーカー、トルトジョーカー、取らんのかい。ジョーカー取ったけん。英語？配信したよー。あっちゃさん、チューリップありがとうございます。すごい、もう頭の脳内が ないってサーヤに言ったのがバレた。1本1時間ぐらい、1時間半ぐらいかかるよね。お風呂上がりじゃない、なんかね、すごい、お風呂、 You are number one. You are number one. Great. Unbelievable. Great.You're so pretty. ミサンガの呼吸、ミサンガの型。あいこじのモテ期来たね。モテ期。In English, please. In English, please. Are beautiful. Repeat after me.アイコジ is 英語得意、何か皆さんセリフを教えてください。だるまありがとうお兄さん。He isn't baby。バラちゃんタコありがとう。ミリオン。アニーズ職人。新幹線の英語のアナウンスが得意。違うよ。タカちゃん、こんばんは。オート。コジイズ SDU48 ナンバーワン、スメン、クラフトメン、それっぽく聞こえる。アイコジイズイングリッシュティーチャートゥナンバースリー。 I can't stop loving you。藤正さん、だるまありがとう。Future. If we get married, we certain will be from Milan. Thank you. どさくさまぎれの9個。前髪何点？31。英語やないから読まないやろ。読んじゃったわ。ラブチャイルド。アイコ。ねえ、どの流れから英語になったっけ？ 学校じゃ。
トゥ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 トタラ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 。です。先生先生先生。中学生か。小顔マッサージ。クレアミの英語バージョン、確かに。私クレアミを初めて聞いたのはね、確かホットモットやった。マンマミーヤ、マリオテニス。意外と。ヘリアンさんハートありがとうございます。話がリアル。太陽が水平線の彼方を目指して、ある描きただ落下する夕暮れに、何かをやり残してるような悔いはないのか、僕はまだか、あの空とこの海がほら分かれているよう目指して、ある描きただ落下する夕暮れに、ないやりたいことやりたくないことやらされ、窓しか見ていないらしい、やるせない孤独の時、泣き言誰に言えばいい、ある裸になって気づくだろう、暗闇目を凝らしてみれば、ただ落下する夕暮れに、理想と現実ともは窓しか見ていないらしい、やるせない、やるせない、孤独の時、泣き言誰に言えばいい、夜よ生きることに傷つき、次の朝がやってくるまでに、目を凝らしてみる、何かが見えてくる。いろんな名前が出てくる。え、私はいたって真面目です。ボビーさんが若干いる。見つめ合うと砂しゃべりできない。津波のよしい季節は誰か。
チバニアさんお疲れありがとうございます。マイナス100度の悲しい感情が二人である。こんばんは。二つに分かれて夜だって、もう泣かないよ頑張って。歌っちゃうとダメだから、ダメだからえ、低いからな。すーちゃんこんばんは。今日も歌を上手ありがとう今まで一つだけ愛し続けて、その誇らしげな顔にはいつソロ公演してくれますか？ソロ公演はありません。くじまささんバラありがとうございます。もやさんこんばんは。しんいちろうさん花束ありがとう。デンデンダララン。ダララララララン。じゃん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 。じゃららランララランララランラン。ライさん風呂敷ありがとうございます。日暮らしが泣いてる場所、あなたにはわかりますか。くれなんのどこかもあなたに気づかれない。季節しまう前にどこかへ飛ぶ儚い恋心。せめてこっち振り向いてよ。ドゥドゥルン。うま、ありがとう、ライさん嬉しい。ヨッシーさん、尊いありがとうございます。何回も言ってるけどなかなか歌えないっていうそろそろ練習しよう。風をまとうこの岬で降るはず。そろそろ終わろうかな。なんかコンタクトがすごい。
13位ソリオさん、ありがとうございます。9位はラーイさん、ありがとうございます。6位はユウさん、ありがとうございます。5位はヘリアンさん、ありがとうございます。4位はゴニさん、今日の1位というか夜の配信の1位はクジマサさんでした。イエーイ、ありがとう。ちょっと時間あるからもうちょっとやる。たくみさん、ありがとう、ありがとう。明日は皆さんお仕事、学校、学校の方は、あ、学校じゃないか、学校休みか。ぼちぼちやっていきましょう。でもなんかさ、休みの日も仕事のこと本当に忘れて、現実現実世界だるおもになっちゃうよね。私日曜日の夜は本当に嫌だった。日曜日の夕方もてになったら、あ、もう明日の準備しなきゃみたいな。金曜日の謝罪参照ね、ありがとうございます。分かりみが深すぎます。なんかいろいろもう温存するんですよね。曜日感覚ないじゃないの。なんか最近ね、ちゃんとねスケジュール帳とか書き込むようになって感覚を戻しています。サザエさんどころかちびまる子ちゃん、はい、じゃあありがとう。みんな夜オールはつらいよ。3時の裏はもう3時までは起きてない。最近はもう早寝早起き、スケジュール管理、貯金徹底って感じです。もう一回ランキング読もうかな。どうした、どうしよう、あんまりにも長々喋っちゃったから。2回目は新しい。ちょっと変わってる。どうしよう、読んでおきます。ごめんなさい、あまりにだらだら。ありがとうございます。3位はあっちゃさん、ありがとうございます。2位はくじまささん、さっきごめんなさい1位だったので、の1位はテイク2の1位はじゃあねー、くじまささんお疲れ、ありがとう、バイバイ。